はい、モコフィットネスです。今日もちょこっと雑談始めていきましょう。で、まず月曜日ですね。今週から皆さん気合入れて、頑張っていきましょう。もう年末ですよ。はい。それじゃあですね、コメントから見ていきましょう。ですね、今回前回の、糖質乳酸の雑談で、のコメントなんですけども、トレーニング前に取る糖質は何がいいのかな。ですね、僕の動画でもねちょこちょこ言ってるんですけど、バナナいいですよ。バナナ、はい、バナナはね本当にいいです。はい、ただちょっとねこれやっぱ雑、ちょこっと雑談なんでちょっとそれますからね。めちゃめちゃそれていきますからね。これがちょこっと雑談の醍醐味ですからね。はい、無駄が多いで行きましょう。バナナ、ですね、バナナいいじゃないですかね。僕もいいいいって言ってますよ。ただね、実はね心のどっかにね、ちょっとね、ネガティブなところがあるんです。実は。それはね、まあ、牛乳しかり。あとなんかあるかな、あと牛乳しかり。あとね、牛乳。一回こういうのやってみたかったんですよ。それしか言ってないじゃん、みたいなね。いや、あるでしょ、他に。何があるんだって話ですよね。要するに、体にいいものというものでも、もともと日本になかった食べ物です。はい。例えば、アボカドもそうです。あれ、スーパーフードでしょ？あと、チアシードもスーパーフードですよね。だけど、もともと日本のフードになかったものなんですよ。僕ってそれってね、疑問視があるんですよ。はい。体にいいっつっても。ですね、なんでかっていうと、牛乳がね、いい悪いって賛否両論なんですよ。で、僕もね、どっちかっていうとね、牛乳はね、体に良くないっていう側の方ですよ。まるっきりじゃないですけど、ちょっと完全に否定派だにしとくと、もし覆った時に、ちょっと、こう、どうにもならなくなっちゃうから、それも嫌だから、ちょっと濁した感じにしてるんですけど、いやいやね。いや、例えばじゃあなんで牛乳がダメなのか。まあ、ラクターゼとか消化酵素のことは別にどうでもいいんです。あ、どうでもよくないや。あのね、あるんです。例えばなんで牛乳かって、ヨーロッパの人たちはラクターゼっていう牛乳を分解する酵素を持ってるんです。でね、こないだね、なんか腹立つなんかね、動画があったんですよ。もうね、牛乳はもうダメだみたいな、ラクターゼを持ってないか。で、それはわかるんです。ラクターゼが日本人は持ってる。日本人は少ないんです。そこがちゃんとね、動画で言ってなかったんですよ、その方。もう、全人類はないっていう言い方なんですよ。人間は持ってないっていう言い方したんですね。僕にちょっとそこに物申したかったんですよ。っていうのは、ヨーロッパの方はラクターゼ持ってます。はい。アジアつっても持ってるところもあります。例えば遊牧民ですね。ヤギのお乳を飲んで、飲んでる人たち、人たちは酵素持ってます。同じアジアなのに。日本人は、持ってません。それは日照にあります。お日様が、よく当たる国なので、ビタミン D が自分で合成容易にできるんです。だからわざわざ、そんな複雑な、ね、いっぱいいろんなね、メカニズムをつけると大変なんですよ、人間の体って。だから、もう必要ないものはどんどんね、使わなくしちゃうんですよ。で、その中の、ラクターゼがそうなんです。もう何万年も日本人はお日様浴びてるから、もうね、必然的に、ラクターゼをなくしちゃったんですね。だけど、ヨーロッパは、日照時間が少ないんですよ。だから、ビタミン D 合成が体でできづらいんです。だから、それじゃまずいって体がなったんで、牛乳からカルシウムを取ってビタミン D を合成できるように、牛乳を消化できる体を大人になっても残してるんです。日本人も赤ちゃんの時はラクターゼっていう消化酵素持ってるんですよ。だってお乳飲むじゃないですか。でも大人というか小学校ぐらいでなくなっちゃうんですよ。はい。それはもういらないから。お日様浴びるから。だから、
そういうのもあって本当に食べ物ってふ、場所場所で体の作りって違うんですよ。だから僕ね、バナ、今これ、ね、話めっちゃ取れたでしょ、バナナがいいって言ったんですけども、まだそのバナナに対してのそういう研究がないので僕はもう適当なことは言えないんですけども、どうぞね、この動画を見てるね、えらいめっちゃめちゃ頭いい大学教授の人とかが、バナナを使ってメタ分析してください。それで、ちょっと、論文作ってくださいよ。僕絶対読むから。日本人にバナナが本当に合うか合わないか、ないんですよ。どう調べてもないんです。でも牛乳は、そういう風にもうある程度掘り下げてくれた人がいっぱいいるので分かってきたんですよ。だから僕ね、サラダとかあんまり勧めないんです。っていうのはサラダもやっぱり日本にはもともとなかったから、体にって言っても、生野菜はなかったんです。はい。日本人は古来からおひたしとか、コウのもの、ごぼうの佃煮、野菜をみんな煮るんですね。それで何万年もやってきたんですよ。だから絶対胃腸はそういう風にできてるはずなんです。はい。だけど、まあね、ヨーロッパからサラダってものが出てきて、体にいいってなってね、食べるようになったんですけども、だってめちゃめちゃ大腸感増えてんじゃないですか、日本って。はい。だから、気をつけましょうね。だから、怖がったら、一番いいのは和食食ってるのが間違いなんですよ。だって、それで、病気はなんないですからね。で、あとね、こういう人もいるんですよ。じゃあなんで寿命が伸びたのって、それはちょっと話、それすぎちゃうんで、寿命の話は今度します。なんで、それでも寿命が伸びたのか雑談は次回のちょこっと雑談で忘れてなかったらします。はい、ごめんなさい。ですね、もう今日はね、Q&A が長すぎたので1個で終わりです。っていうのはね、もうね、これなんですよ、今回。ビアンキの新型、スペシャルディスクが、販売です。超軽量で高合成な万能レーシングバイク。まあ、どこのメーカーも絶対に出し続けてるやつですよ。流行り伝りがなく、これだけは絶対出す。だから多分これが自転車の多分、答えなんですよ。はい。ね、毎回ね、キャニオンとかも絶対何言っても出すじゃないですか。はい。で、なんならエアロをなくして、この万能ロードバイクを、若干エアロに味付けて出す。もうそれ一台でまとめるっていうところも増えてきたぐらいで、今回は、ね、ビアンキから、そういう、本気の、ロードを出しました。軽量で硬いやつですね。はい。まあまあ、今言った通りにオールラウンドです。なのでもうすべてね、まあツールとかを想定してのことでしょう。もう山から下り、平坦すべてこれがあれば大丈夫って感じですよね。100人乗っても大丈夫って感じですよ。稲葉の物置じゃないですけど、あもうね、今日テンション高いでしょ。もうね、今日はね、サイクリングしてきた後なんですよ。だから気持ちがほっこりしてるんで、テンション高いです。はい、楽しいですよ。はい。で、一応、フレーム価格で58万。完成車でね、スーパーレコードで約160万。デュラか。デュラで140万。まあまあね、フラグシップで本気のロードバイクなので、まあまあこのぐらいはしてきちゃいますよね。はい。で、まあ、軽量っていうので、まあ、800はもちろん切ってきて、完成車で750ですね。はい。めちゃめちゃ軽いっすよ。で、ディスクですからね。もう最近ディスクでこの、重さになる、なってきてますし。まあ、先ほども言ったけど、オールラウンドに最近求められてるのは、体じゃないわ。軽さは、当たり前のところ、エアロですよね。先ほども言いましたけども。エアロをかなり、考えて、設計されています。はい。で、ですね、ちょっと気になるのがヘッドチューブを、サイズアップさせたということなので、これはやっぱりあれですかね、ダンシングとか、あと、こうガシガシこうね、上半身を動くときにも、力を逃がす、
さなく、させるっていう意味でしょうかね。はい、でサイズアップさせたと言ってもやっぱり軽量化は、果たしているようで、今回はねビアンキー気合入ってますね。はい、でですね、何が、他の、メーカーとちょっとね違いがあるかっていうとね、まあ、このビアンキーのね、もう継承しているこのチェレステカラーも、さながら、まあ、僕緑好きじゃないですか、いいんですけどもね、ここねやってるんですよ、カラーオーダーシステム、タボロッツァっていうんですかね、これがね、まあ、約4万円でカラーオーダーできるんですけども、これちょっとね卑怯ですよね。これはくすぐりません？僕ね、軽量バイクってまあまああんまりいつも、好きで選んでないんですけども、カラーオーダーができるんだってたら、ありですよねえ、だからちょっとね今回のこの今までの軽量バイクの中で一番僕の中で気になってる一つです。はい、ですね、いかがだったでしょうか。なんか2021年モデルの発表がうわっとあった中で、でなんかねポロンポロンってこうやってね、スペシャライズもそうですし、こうやってね、まだちょっとね発表がたまにこうやってあるので、まだねロードバイク界の新製品目が離せない、ところではないでしょうか。皆さんもね、軽量バイクビアンキ今一度、ご家チェックしてみてはいかがでしょうか。そんな感じで今日も終わりにしましょう。すごいですね、ちょっとでも楽しかったらいいねチャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃまたお会いしましょう。バイバイ。